たまにはウイスキーやらないといけませんから。はい、こちらです。リマーカブルリーショナルモルトザ・アジアムーンエディションでございます。へえ、ビッグピートおじさんがいますけどね。ご存知ビッグピートおじさんもいます。あとシュナーザーもいる。まあいろんな方がいます。はい、本日はこちらの味をちょいと説明して見ていきたいと思います。はい、はい、ということで今日も行ってみよう。さあやってまいりました、リマーカブルリージョナルモルトアジアムーンでございますが、ボトラーズですね、ダグラスレインから出た。あれビッグピートじゃない。で下の方にスリーウッドフィニッシュって書いてあるんですね。はい、ポートバーボンシェリーカスクで仕上げられたスコットランドウイスキー産地の最高峰スカワリーワグというスペイサイドのウイスキーですね、はいはい、あとティモラスビースティーハイランド、はいはい、エピキュリアン、はい、ローランド、はあ、ゴールドローンズ、はい、キャンベルタウン、はい、ロックアイランド、はあ、アイランズ、はい、そしてビッグピートアイラ、これをブレンデッドしてるってことですね。ブレンデッドモルトでございます。はい、地域別のシングルモルトを合わせたブレンデッドモルトということになっておりますよ。メジャーの名前がどこもないぞ。まあそうね、限定ボトルということで、ダグラスレインというね会社がやってますけど、75年前の1948年スコッチウイスキーのスペシャリストとして情熱を燃やしたフレッド・ダグラスレインによって設立、うん、グラスゴーで設立されたボトラーでございます。もともとはアメリカを主な取引先とする海運業者、まあビッグピートとか出してるところですよね、はい、そんな感じでございますよ。ちゅうわけで味わいですわ。味わいです、金のデザイン、そうだね、中春節って、あ、そうだね、ここがアジア的な、そうだそうだ、中華的な、うん、なんでしょうね、アジアと言われて中華が出てくるとちょっとムッとする我々日本人は。ポン。はい、はい、では色ですか。色味いいですね。色味はちょっと濃いめ、濃いね、ちょっと濃いめの、なんでしょう、黄金ですね。ラフだったら18年くらい、なんかね、そんくらいの色合いです、うん、ですね。香りいきますか。おふあふぁ、うん、これ何だ、そのオークっぽさが強いっすか、これ。オーク、うん、この木の酸味というか、うん、僕の感じた酸味は発酵の酸味なんですよ、うん、木の酸味って感じじゃなく、なんかバーボンダルの酸味のような感じを僕は感じるんですよね。で多少塩感というかね、そんなものがあるのかな。売れすぎて酸っぱくなっちゃった果実ですかね、一言で言うのかな。あ、全然違うところがいて、なんだこれ。あ、わかるわかる、あ、そういうこと。オークっぽいというかね。ちょっとなんかでも複雑だよね、すごい。めっちゃ難しい、すごい複雑だ。人によって感じる場所が違うんじゃないかな。僕はあと塩感なんですよ。塩感？うん、塩っぽさ。散々やっても日本酒感が拭えないの、うん、日本酒の酸味とその発酵感、据えた感じっていうんですか、だから最初にこのね、僕も甘みとかも感じるんですけど、うん、それとさっき言ってた僕の木のその酸味みたいなのが合わさると確かに発酵感にも感じるかなっていう推理を、推理ができるなと思うんだけど、これ多分本当に人によるんじゃない、これって。空気に馴染ませて温度をちょっと上げていくとチョコレートとか、いやでもキャラメルハニーとかそういうところが来るよね。いやもうねガッチャガチャ塩感しかない、本当に。うん、だんだんもうそっちに僕はフォーカスしてきちゃって、海みたいになってる今。僕、塩感が一切ない。え、そう、うん、塩、あ、全く、そ、あ、まあそれを塩感と言うんだっていう、だからそういうことだよね。だから岩ちゃんの俺発酵感は一つも分からん。そっか、多分これは多分そうだろうなの予想でしかないんだよね。
だからこれ本当そういうことよ、人によるんですよ、解釈が違うんだ。違うと思いますね。なんかヘビリーピーテッドのノンエイジ書いてる感じだもん。若いってこと？ニューポット書いてる感じ。それぐらい使用感。そこまで使用感か。そんくらいに感じるんです。僕どちらかっていうとこうどっしりシェリー感の方が強くくるから。だからいろいろあるよね。だからいろいろあるんです。ここはパウダーみたいな粉っぽさと。こんないろいろ言われてよ、今書き出してみようか。書き出しめちゃくちゃ出すね多分。え、そう。でも嗅ぐたび香りがの、なんかね、そうだよね、香りが変わってくる。若干違うんですよ。いや待って、落ち着こう。塩感を探すわ。あとバニラみたいな。塩とバニラ。はい、いきます。木の酸っぱさとか。あーなるほどね。塩バニラアイス。なんかあるよね。あるわかるわかる。でも今嗅いだら全然超フルーティーになったりとかしてる。多分言われたら何とでもいけるんじゃない。いけるねこれね。かつお節。本当に探して いないよ、さすがにかつお節はいない。いる。ふざけんなよ。何でもいけるでしょ。何とでもいけるでしょ。そんなわけねえだろ。いや、いるよね、かつお節。いるんだよ。なんかいるよね。今もうかつお節にしか出してない。何これおもろ。多分飲んでみたら、うん、もう一本に固定されるはずなんですよ。そうでしょうね、うん、はい、じゃあ行ってみましょうか。いただきます。あ、甘っ。苦っ。苦味あった。あ、甘い。今苦い。いや、苦くはない。ちょっと、ほんのちょっとスモーキーというか。ああ、まあスモーキーはスモーキーですね。確かに。うん。甘スモーキーです。余韻は最高。一発目から、なかなか美味しいなと思ったっすけど。苦。余韻めっちゃいい、これ。なんかね、ビターチョコのような、そんな感じで、ほんのり甘みがこう来るんですよ。で、ちょっとしたスモーキー感で、フィニッシュは余韻はこれな、これおかしいね。余韻はね、岩ちゃん、俺ね、そんな長くないんです。ん、ずっとなんか若干の甘みをポッキー食った後ぐらいの甘みぐらいで。お水もらえます？ごめんなさい、ちょっと僕が狂ってんのかな。いや、これはお互いによく分かってないんだよ、これ。もうは不思議なんだよ。えじゃあちょっと大きく分けようよ。甘系か辛系か。大きく、はい、甘いか辛いか。せーので言う。せーの、はい、せーの、甘い。あー、よし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 すいません、せーので言ってくスタイル。うん、完全に今リセットですね。ちょっとそうそう、味わかんねえからグイグイいっちゃってる。もう一回いきましょう。あ、うん、何これさっきと違う。嘘でしょ、さっきと違うの。いや、そうなんだ。はこれさ、俺さ、うん、さっきすっげえ甘かったの、うん、今さ、なんか岩ちゃんがちょっと苦いっつってたの分かるんだよ。さっきすごい苦かったの、今めっちゃ甘い。おい、どうなってんだよ。どうなってんだこれ。これ今ちょっと俺スパイシーなんだよ。スパイシー。あ、これなんかフラメートダメなの。混ざってないの。スパイシー。ちょっとスパイシー。え、ほのかよ。でもあー、スパイシー。スパイシー、うん、分かる分かる。何これ。おい、なんだこれ。でもさっきの一発目のあのすっごい芳醇な甘さどこ行ったんだろうってぐらいすっごい甘かったんだよ。お、僕二発目がめっちゃ甘かった。あ、どこ行ってたのかな俺。しかも僕の嫌いな甘さじゃなくて、うん、そう、なんか自然なね、自然な麦の甘さ、うん、そう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 、穀物由来のふわっとした重厚な甘さっていうんですか、うん、そうそう、それよ。ふわっ、オクトモアみたいな、めちゃくちゃなんか
うまい甘さだよね。そう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 、それその甘さがあったんですけど、入れ方によるのかな、入れ方、口の中の入れ方によるのかな。いや、すっごいスパイシー。今どうやって入れた、口の舌先から、ちょろっとちょろっとちょろっと、うん、こうこう舌先があったらここに当てて、ここからこうキューって持ってきたみたいな。確かにスパイシーに感じる。そういうこと？え、これ何、飲み方によるの？どこに行きます？じゃあ次揃えましょう、揃えましょう。今舌先でちょろっとこうスッと入れてったんだよね。はいはいはい。全体的にいってみる。こうふわっと。まあ、一発目どこに行きます？だこの辺行ってみる。この辺。第二関節くらい。OK、わかりました。甘い。え、苦い。苦い。ちょ、なくなってんじゃねえか。もらっていいですか。これ面白い。でもね、美味しいは美味しいよ。そう、うん、まずくはないの。ね。どこで飲んでも。そう。飲めないってわけじゃないの。そうなんだよ。あ、もういいやってならない。あ、でも後足が苦くなんね。苦いでしょ。ああ、後味は苦くなってた。あのなんかとてつもない甘いやつはどうやってやってたんだ最初。再現しよう。もう唇でこうチュッてこう、だからもう舌先のこうもうこの空間に行くみたいな。なるほど、はい、かもよ。違うな、あれめちゃくちゃ木だね、うん、木で辛い。めちゃくちゃ甘かったの何だったんだろうね。もっと奥ってことでは分かんねえよ。なんだよ。何これ。いや違う。下裏にちょいちょいと、ほんのちょいちょいとでパコってこう上に上がってきた瞬間のこの甘み。シャウラ。あ、なるほど。なんかちょっと温まってふわっとこう上がってきましたよね。はいはい、唾液だ。唾液だね。唾液量だ。そうだね。唾液いやなんだよ。唾液量多めでいってみましょう。唾液量コーティングね。唾液量コーティングです。ほらこれだよ。これがこの甘さだ。そうだね。ちょっと待って。どうした酒だよ。どういうこと？どんなバランスなのこれ。すごい面白いわ。ねえ。面白い。ちょっと待って、もうどんどんなくなってくる。カラカラで飲むと辛いんだ、うん、カラカラで飲むと辛い。唾液量が少ないと、うん、なんかこう人によって待ち構えてくる時の唾液量って違うじゃないですか。違います。それそのものが加水になってる。はい。っていう解釈あるでしょ。ありますね、あります。ウイスキー飲むして、うんうんうん、ストレートで飲んでると、そうね。そのさじ加減なんだと思います。そうかもね。あ、一発目に下のどこに当たるかとかは、うん、あんま関係ない、ね。関係ないね。関係ないね。もうその口の中の水分というかね。そうね。それによるよね。よる。今までいた、うん、僕一発目に日本酒行ったじゃないですか。うん、日本酒感とか一切ないもん今。あれあれこれ香り全然変わった。今僕すっごい塩っ気、塩バニラみたいな。ああ、一緒です。一緒。バーボンダル。バーボンダル。ダルバーボン。ダルバーボン。ああ、ダルバーボン、はい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 。ダルバーボンですよ。アイラ系ダルバーボンみたいな。ああ、はい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 。そんな香りですね今嗅いでみると。加水しましょう。もうねえじゃん。ない。何回やんだよ。めっちゃ飲むじゃん。はあ。はい。もうちょい。もうちょい欲しい。もうちょい欲しい。ああ、いいっすね。逆に美味しいんじゃない？そう。何これと思って。でも、ね、自問自答がすごいもん。ね。いきます。我々のチョイス、あなたのチョイス。なんだポンって。
いや、開いてねえ今開いてねえ何や、開いてあばーす加水されたのね、これね加水されましたっていうことは甘くなるのかないや、難しいでしょうねシェリー感だうわ、酸っぱいわうん、シェリー感だね甘っからみたいななんか赤い赤い小粒の果実のような、うんうんうん、赤だねベリー系というかねそっち系のんでも僕そこまたこれなんか投げ投げえよ30分投げえってえ塩ああ塩なんかやっぱこうちょっと落ち着いてくるとやっぱバーボン系いやほんと自分を見失うねああ重たくなってきたな塩気が出てきたねいやいや軽いっすよ今ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って待って待ってでもささっきさ一番最初にきあの感じてた、うん、あれどこ行ったの赤い果実とか言ってたやつあれどこ行っちゃったこれ赤い果実もいないあ今何も感じないちょっと待って今何も感じないって何も感じなくなったちょっと塩味の効いたクッキーのような感じになっちゃいましたごめんなさい何も感じないちょっと待ってなくなっちゃったのそんなにちょっとちょっとなっちゃうのやつだけなくなっちゃってるわけないじゃんあれちょっと待ってえすっげえ何これ海藻じゃん本当にピートだよ海藻めちゃくちゃ海藻海じゃん何も感じないよ昆布カスクフィニッシュ買ってから海だぜえ、どちらかっていうとリンゴが強いリンスペーサイドみたいなリンゴ感だよこれこれがリンゴだよこれがリンゴこれがリンゴこれがリンゴだからいやちゃんリンゴってそういうこと言うんだよそれどうかしらそれどうかしらこれシェリーいやいやなんかあれビスケットみたいになったクッキーこれまろやか今まろやかちょっと待ってちょっと待って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 いやここ嫌いだなプラムみたいになったプラム今プラム今ナウプラムナウプラムナウプラムナウそれあのほこりほこりいやこれプラムじゃないよこれエステリーだよこれ全然ほこりなんかないけど本当塩だってこれ今だってバーボンのお茶お茶漬け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 海鮮系のお茶漬けこれ今チョコちょっと待って わけわかんない今混乱してるすごいねそれ今何でこれうんこれね今ねついさっき僕エステリーだったんですよ青リンゴ感です青リンゴ感爽やかなすごい爽やかあ、うん、分かる分かるうんうんうんなるほどねあ、分かった分かったスペパウ感、ね、スペパウ感それ何なの今何なの面白すぎるこれ今、うん、アルコールアタックがめっちゃ強い、うん、リンゴ汁感アルコールがすっごいくるリンゴパイです焼いてる焼いてます今焼いてます焼いてる焼け感焼け感あるよいやもう今蜜だもん蜂蜜だよこれ何なんだよこれはぁ面白いこれ面白いねまだ飲んでないんだよそうなんだよ加水してからも飲んでないね永遠やってる永遠やってる何言って1時間やんぞこれい若いシェリーだね穏やかなああ甘みのあるちょっと熟成進んだブレンデッドっぽい感じ穏やかな若え苦甘みのある熟成の進んだブレンデッドのような味わいです苦い若いシェリーシェリーですおおお味わいはそうか。そう、これ味わいそうだね。これね、ちょっと渋さというかね、うんうん、苦味が強烈だね。そうだね。
もう その通りです。なんだ。だロックとかで飲んだ方がむちゃくちゃになって面白いんじゃない。安定してないんだよね。安定しないっていうかね、なん要はごちゃ混ぜブレンデッドモルトなんですよ。そうだよね。出てくる瞬間瞬間で違うってことなんだよね。そうだね、顔が全然違うっすよね。で飲み手にとって味わいが違うってことなんでしょ。これきっとだからもう口の中のその一人一人の唾液とかの分泌で、うんうんうん、えらい温度とか、うんね、印象が変わっちゃうね。こんなものはなかなかなかった。でもね、あのそうしてまずかなかったです。そう、悪くないんですよ、うん、美味しいですよ全部。そう、どの局面でも、まあ、苦い若いシェリー感の時は今いますけどね。あ、でもその苦いって岩ちゃん苦いのが苦手だからちょっと嫌なんでしょ。でも僕はそこまで、まあ、確かに苦味もあるけどウイスキーってこの辺だよねぐらいで収まってるから全然飲めるよ。まあ、シェリー系って こんなもんだよねっていう解釈をすれば飲めるんですけど、うん、飲める苦手な人はちょっときついかもしれないですけど、アイラがね拾えないのよね。拾えるよ、それ香りむちゃくちゃアイラの瞬間あったぞ。あ、まあまあまあね、塩バニラっていう時とかアイラ海藻みたいな時あったから あもう今もうどっしりシェリーだわ。あでも後味アイラだ。だから俺リンゴ水みたいな。リンゴ水、ここにもどっしりシェリー。リンゴ水、リンゴ水、リンゴ水、ね、あリンゴ水、あリンゴ水だこれ。リンゴ水、なんでこれシェリー感強えやっぱこれどっしりシェリーでしょこれ。はあ、クレーハラヒーみたいな。そうどぎついシェリーなんですよ今僕のグラス。クレーアラヒー12年みたいなシェリー感というか。何これ。あー面白い、めっちゃ面白い。面白いです。はい、ちょっと長いです。長いね、はい、もうやめようね、はい、いやこれ面白い、買った方がいいよこれはね。もうでも売ってるとかありましたけど、うん、まあまあいってる。あの9800円ぐらいで売ってたから、じゃあ1万円弱ぐらいで売ってるかもしんない。でもね本数が少ないからもしかしたらあまあ、ね、売り切れちゃうかも。でもあのそういうこれはもうなんか仲間内でワイワイやるのが一番楽しい。それだったら面白いっすよね。めっちゃ盛り上がる。盛り上がるよね。はぁとか言って、そうそう全員地獄ねってなるからね。そうじゃこれ飲んでみーなんつって回し飲みがめっちゃ面白い。回しで嗅いだりとかね、グラスごとに味が違うよこれ。そんなどうなってんだよ。でもそうして美味しかったです、うん、はい、ですのでね、うん、はい、味見ていただければなと思いますよ。はい、はい、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。